皆さんこんばんは。アキラの世界を元気にするスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、霊覚が高い人、見た目に出る特徴ということでお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、自分を霊覚高くする、そういうコツも分かったりしますので、ぜひ最後まで見ていただき、そういうことに興味があればチャンネル登録もお願いいたします。さあ、霊覚とは何かっていうものなんですけども、まあ、この霊覚っていうのはですね、簡単に言うと僕たちの魂のレベルのことなんですね。で、この魂のレベルっていうのは、例えば今世でですね、この人すごく仕事を成功してお金持ってるとか、この人なんかめちゃくちゃ有名になってるとか、そういうことはどうでもいい。全然違うところのレベルなんですよ。ね。例えば、この、魂のレベルが高い、霊覚が高いっていうのはどういうものかっていうと、まあまあ、いろんな条件が重なって、このレベルが決められているわけなんですけどもね。一番影響してくるのは、こう、魂の輪廻転生っていうじゃないですか。生まれ変わって何回生まれ変わってとかっていうのがある。これが多い人ほど、やっぱり魂のレベルが高くなりがちなんですね。それはなぜかっていうと、やっぱり魂っていうのは生まれ変わることでいろんなことを経験していくわけですよね。だって、子供の頃の勉強を頑張ってとか、なんかそういうようなことも全部、こう、もう一回やり直して、はい、もう一回とかってやっていくとですね、どんどんこの、学びが多くなってくるわけで、そうすると生まれ変わった時に、あ、こういう時はこうしたらいいんだなっていうのが、なんとなく魂が覚えていったりしてですね、どんどんなんかこう、世の中、渡っていくのが上手になっていくっていう人っているじゃないですか。まあ、どちらかっていうと、こう、上級生みたいな感じですね。上級生っていうのはやっぱりこう、いろんなことを経験してるから、あ、それこうやったらいいんだなっていうのが、なんとなく分かったりするじゃないですか。新人の時ってね、新入生とかだったりすると、これどうしたらいいんだろうって迷っちゃったりするけど、まあ、上級生は慣れてる。まあ、そういうような感じのレベルっていう感じになるわけですね。はい。ですからこういう輪廻転生をこう何回も繰り返している魂っていうのはですね、もう必然的にこう霊覚っていうのが高くなってくるわけです。はい。これとはまた別にですね、まあ、そのね、魂の生まれ変わりっていうのはそんなに変えられないけども、この人生、自分の生きてるこの人生の中で、霊覚を上げることを促進していくこともできるわけなんですよ。で、どういうことをするかっていうとですね、例えばですよ、自分の人生の目的、まあ、壁というか問題ですね、これを乗り越えるために生きて生まれてくるっていうことがあるわけです。これやっぱりこう、喜んで、じゃあ乗り越えましょうって言って頑張って乗り越える人っていうのはやっぱりどんどんこの霊覚っていうのが高くなってくるんですね。あとはですね、こう自分だけではなくて他の人のために、誰かのために徳を積むようなこう行動を多くしていく。そういうことでもやっぱりこのレベル、魂のレベルっていうのが上がってきてですね、霊覚的に高くなっていくっていうことができるので、まあ、今世でも諦めずにそういうことをたくさんやっていけばいうことになってくるわけなんですね。で、面白いことに、この霊覚の高い人っていうのは僕たちから見てるとですね、この見た目にも特徴として出てきているんですね。はい。だからこういう人を見たら、あ、なるほどね。この人はレベルが高い、魂のレベル、霊覚が高いんだなっていうことが分かるっていうことになるわけなんです。はい。ということですね、今日は霊覚が高い人、見た目に出る特徴ということで3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目はね、よく笑っているっていうことですね。まあね、僕たち笑っている人、まあ笑顔でいるっていうことなんですけども、そういう人っていうのは、皆さんどうですか？心に余裕がある時しか出ないと思うんですよ。はい。ですからよく笑う人っていうのは心に余裕があるわけなんですね。反対に、自分がすごく余裕がなかったり、うわ、しんどいとか不安になってる時って、もうね、笑顔なんて出てこないじゃないですか。やっぱりそういうふうにですね、自分のこの心の状態っていうのは笑顔に出てくるわけなんです。はい。ですから、こう、ガッハッハッハッっていつも笑ってないといけないんじゃなくて、ニコッとしたりですね、なんか、微笑んでたりする。まあそういうことが多い人っていうのは、霊覚が高い人だったりするわけなんですよ。はい。だから、こう、僕たちも、霊覚が高くしたいなと思ったら、やっぱりちょっとこう、いつも笑顔を心がけるっていうことが必要なわけなんですね。
例えばこう誰かと目が合った時にニコってするとか、それとかこう、あ、ちょっと辛いんだけどもなーとかって思ったりしてもですね、あえてこうみんなにその心配させないためにもですね、こうガハハと笑う必要はないんだけども、こうニコッと笑っている、まあそれでちょっとこうあのなんていうかそこの場のエネルギーを上げてですね、みんなで乗り越えていくっていうようなことができる人、まあこういう人っていうのはこう結局、魂の成長につながっていてですね、霊格が上がってくるということにつながるということです。ぜひやってみていただきたいなと思います。そして二つ目はね、耳が福耳の人。まあ大きかったり、耳たぶが大きかったりっていうことですね。こういう人っていうのは、やっぱりこう、昔からお金に困らないって言ってよく言われたりしますけども、まあそれはなぜかっていうと、やっぱりこの、霊格が高いという意味でですね、やっぱりいろんなことができるようになる、いろんなことに対処できるということができるってことなんですね。はい。ですから、まあ、この耳の福耳になってる人っていうのはですね、まあ、魂の経験が多く、輪廻転生が多かったりしてね、そういうふうに、こう、自分の人生だけでなくですね、周りにいる人、他の人のためにも生きよう、他の人のためにも何かやろうということができる余裕があって、それをやっている人が多いってことなんですね。ですから、こう、まあ、魂レベルで見ると、ちょっとレベルが高い、霊格が高くなっているっていう状態になっているってことです。またね、ちょっと面白いな、このを聞いたんですけども、耳からね、ちょっと年取ってくると僕もあるんですけど、耳から毛が出てくるんですよ。特にこれ男性だけなの、女性もあるのかよくわからないけど、あのね、昔あったんです。韓国人の人ってすっごく耳からブワーって毛が出てるの人がいるのね。俺なんであんなことしてんだろうと思ったら、韓国ではこの耳から毛が出てるのが縁起がいいから皆さん切らないんですって。で、日本人の人であんまりそういう人見ないですけども、そう、だからあの毛が出てるっていうのは意外といい意味なんですよ。ね。だからまあ僕たちっていうのはやっぱかっこ悪い、ちょっと嫌だから切ったりするけど、この耳から毛が出てくる、なんで私出てくるんだろうと思ってる人は安心してください。これはね、あの、いい意味で出てきてますから、運がいいってことなので、はい、霊格も高いにつながるっていうことなので、安心してください。まあ、切っちゃってもいいと思いますけどね、僕はね。はい、でも、あの、出てくるものじゃないですか。ということがあるということなんで、ちょっと自分のね、耳の毛をチェックしていただければいいかなと思います。そして三つ目は、おでこが光っているです。いらっしゃいますよね。年を取った方でもなんかすごく元気な人とかって、こう、おでこがもうツルツルになってるような人。ああいう人です。おでこのハリとかツヤツヤになっている人っていうのが、やっぱりこの霊格が高い人だっていうことにつながっていくっていうことなんですね。で、昔からよくおでこっていうのは出していくとですね、出しても髪の毛上げて、こういうふうに上げ、出していると、こう、良い運が入ってきたりするっていうふうに言ったりするんですけども、まさにそういう意味でもおでこっていうのはすごく大切な場所だったりするわけなんですね。はい。ですから、まあ、特にですね、このおでこの中で、この第三の目のあたりですね、ここが、こう、ツヤツヤして光ってる人とかっていうのはですね、やっぱり霊格が高いっていうのにつながっていくっていうことです。はい。まあ、こういうふうにですね、今日はよく笑っている耳が含む耳、おでこが光ってるっていうような三つのことを特徴を言いましたけども、まあ、この人の顔っていうのはですね、本当にいろんなものが出てきてて、その運のいい人っていうのがすごくこう、わーっと出てたりするわけなんですね。はい。まあ、これは僕が言ってるのは霊格が高い特徴っていうのはですね、決して男前とか美人とか、そういう問題ではない、そういう問題ではなく、これはこう、魂から湧き出てくるようなエネルギーをそこに感じるっていうような特徴なんですね。はい。ですから、私は、ブスだからとか、私はどうのこうのとか、そういうことではなくって、そう、そういう体の中から、魂から出てくる、滲み出てくるエネルギーのようなものをね、大切にしていけばいいということなんですね。はい。とても興味深いのでですね、ぜひ、周りの人、そして自分もね、そういう、霊格の高い顔になれるように、皆さん頑張っていただきたいなと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてですね、なんと僕の方でですね、7ヶ月でヒーラーと霊性開花をできるという講座を開始しました。イエーイ。詳しくはですね、概要欄にあるライトワーカーズラボ、7ヶ月でヒーラー&霊性開花をする講座というのがありますので、ぜひそちらの方を見ていただきたいなと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って。
ラム注入届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。